にほっとしたみたいなやつ。こんにちは、シュペタレクサです。コーチやってます。で、そうですね、最近ちょっと読み始めた新しいの本なんですが、新しいというか、まあ、みんなは多分知ってるんですが、そのインフレーションですね。インフルエンス、つまり、影響、The Psychology of Persuasion、 説得力の、生理学、ロバート・ B ・シアリーニ PhD、 PhD は博士というの、まあ、博士に書かれた本ですけれども、これは経済でどうやって人を納得させるとか、どうやって人を、まあ、そういう商品を買うの選択させるの、ちょっといろんな生理学の、心理学の、心理学ですね、心理学の、まあ、秘密というか、こうシステムを明らかにする本です。で、ちょっと、まあ、最近、まあ、読み始めたんですが、今ちょっと30ページぐらいで読んだんですが、ちょっとその30ページをちょっとまとめたいというか、その2つの方法が向こうでちょっと書いてあるので、その2つ方法を今明らかにしたいと思います。で、一番の方法なんですけれども、これはそうですね、ここに書いてあるのは説得の、まあ、機械ですね。その説得の機械なんですけれども、まあ、これもちょっと1、2つに分けられるんですけれども、だから3つですね。まあ、その一つのは、例えば結構、まあ、スーツ屋さんですね、その結構青山とかだったり、まあ、こうとかですね。で、そこにちょっと高いスーツを買うときには、もう最初のもう店長さんは店員さんは一番高いのやつをおすすめして、で、それからを買えたら、まあ、例えばちょっと安めの、まあ、そんなに、まあ、実際は高いですけれども、スーツより安いのネクタイとか、このピンとか、まあ、いろんなアクセサリーとか、まあ、靴とかですね、それを買うとかで、どちらかというと、まあ、心理学上ですね、人は、まあ、顧客ですね、顧客は最初は結構高いものを買ったら、そこから、まあ、ちょっと安めなものを、まあ、その高いよりちょっと安めのものを買うがちです。どちらかというと、最初は例えばなんか9万円の、まあ、ちょっとネクタイとかをもう誰も買わないでしょ、普通ですが、もしこれはセットとして、まあ、最初は10万、20万円のスーツを買って、で、そこから9万円の、まあ、ネクタイを買うのは、まあ、ちょっと自然な流れになります。だから最初はちょっと高い商品を買ったら、そこからアクセサリーを買うというのはちょっと一般的なものですね。そしてもう一つなんですけれども、心理学上でちょっと過剰評価なものですね。過剰評価ですね、まあ、ここに書いてあるんですけれども、その娘さんはちょっと悪い成績をある、まあ何の科目だったっけ、アメリカの ヒステリーですね、の、まあ、悪い成績があったから、まあ、ちょっと親に、まあ、手紙を書くというの話ですけれども、まあ、その子はなんかちょっと結構やばいの話を言ってるんで、もう、まあ、自分の住んでるの量は、まあ、被害だったから、自分がこう
火があったからもうその火からまあ避難した上で自分の窓から外にもうジャンプして、でそこで結構いろんな怪我をついて、そこでもう人が来て、まあ、助けに来て、その人と一緒にになって、まあ、すぐに結婚するんですけど、向こうはちょっと感、まあ、ちょっとあの生理、まあ、あの性病気がありますね。その性病気はうつったらしいって。で最後なんですけれども、何もないですが、ただそのあのアメリカの歴史の、まあ、科目ですね、その成績が悪いだけですという、だからその過剰評価ですね。最初は結構一番やばい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 、でそっからもうみんなはもうな、何があるかというと、でそこそのやばいおやつを取ったらちょっと、まあ、まあちょっとやばいですね、まあこのすごくやばいからちょっとやばいのものを加えたら、そのちょっとやばいのものはその時には結構そのやばくに見えないんですね。逆にほっとしたみたいなやつですねになる、まあこういう感じですね。でそれは2番目だったんですね。で3番目なものですけれども、あのこちらはあのレシプロクのですね、レシプロケーション、これはそうですね、あの往復、まあ、ちょっとその、まあまあ、通訳したら、まあおまあ、翻訳したら往復になりますね。往復のものというか、誰から物をもらうときには自分は何かをあげたりするというの方法です。まあでそこでは、まあ、例えば向こう、まあ、昔のなんかちょっと向こうに書いてある昔 の, あのいろんなあの宗教のやってる人は、例えばあの花をあげたりするときには、そこからも寄付してくださいというのは、どっちかというと、まあ、自分が誰かに物をあげるときにはちょっと何かあげないと罪悪感が感じるんで、だからその人はその罪悪感を使って寄付を集まることです。まあこれはだいたいこう宗教とか、まあ結構やったりしますね。政治家もそうですね、あのいろいろの、まあこう約束をして、でそこからまあその約束したから、まあ向こう、まあ、向こうからこうなんか物をもらう、どっちかというと何かあげるときには何かもらうというの前提の、まあ、方法ですね。でこの感じですね、ここの3つですね。あのこの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら登録もお願いいたします。さらにあのこうあの金が入ってるなんですけれども、こうの変ですけれども、でそこでその金を押したりするとあのノーティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにあのこうどんな動画を上げたらいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下のコーナーでご記入をお願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって